はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ね、通院がありましてですね、まあ、今回は内科だけやったので早く終わりましたけども、まあ、事件がねありました。まあ、注射器はなくしてませんよ。まあ、事件というかですね、衝撃的やったので事件と言いたいくらいなんですよ。まあ、実はね、タイトルにもありましたようにですね、体重が減っているのにもかかわらず悪玉コレステロールと中性脂肪がね上がってたんですよ。これは事件でしょ。前回の通院はね、3月12日で体重が 62.4 キロやったんですよ。で、今回の通院はですね、4月15日は昨日やったんですけども、まあ、体重がね、56.9 キロでね、この1ヶ月間の間で 5.5 キロも減ったのにもかかわらず、悪玉コレステロールと中性脂肪が10ずつぐらいね、上がっていました。まあ、最初はね、看護師さんとその LTFU 外来というね、その面談のようなね、診察がありましてですね、まあ、そこの診察室に入るとですね、看護師さんの顔がね、ちょっと曇ってるというかね、テンションがね、低いんですよ。でも僕はですね、この1ヶ月間で体重がね、劇的に減っているからですよ。今日の血液検査の結果が楽しみで楽しみでしゃあなかったんですよ。なのでね、数値においてはですね、全てにおいて良好やと思ったらですね、まあ、蓋を開けてみたらですよ、悪玉コレステロールと中性脂肪がね、上がってるという結果でした。じゃあこれ以上どないせいっちゅうんすか。この1ヶ月間先生に言われた通りに野菜中心の生活してきましたやん。このまま続けなさいって言うから、いい結果が出ると思って、腹減らして気持ち重いししんどかったのに、結局これですやん。もう糖尿病の薬飲みますわ。もう今日出してくださいよ。結果が全てなんでしょ？数字が全てなんでしょ？病院側は。看護師さん責め立ててもなんともならへんのに性格悪いわーって思いながらね、僕の思いの丈をね、ぶちまけましたわ。別にその、数値的には少し、ほんの少しだけ前回よりも上がっているだけで、そこまで悪いわけじゃないんです。実際にはもっと高い時はありましたし、でも実際に上がってますやん。それとも、ただただ体重が減ったという喧嘩があっただけで食べてきたものが血液細胞に反映するのが遅いだけですか？いや、むしろ逆でしょ？先に血液細胞に反映されて、体全体的に巡ってくるわけでしょ？ね、僕の身勝手な猛攻は止まらずですね、看護師さんを困らせてしまいました。まあでもね、すぐ冷静さを取り戻してね、事実を受け入れて冷静になって話すことがね、できました。食事に関して体重は減ってるので、すごく体のために頑張ってくれてるのはね、私もすごいと思います。でも検査結果がこうなので、一度ね、管理栄養士さんとお話ししてみますか？はい、お願いします。そして先生の診察が始まって、また同じ話をされて、いつもと同じ薬と、まあ、今回はですね、花粉症もあるんで、花粉症の薬も出してもらって、で少し時間を空けて、管理栄養士さんの元へ行きました。でね、そこでね、全てが明らかになりました。管理栄養士さんから、どんな食事をされてますかなど聞かれてですね、僕は包み隠さず答えました。野菜中心の食事ですね。はい、それをブレンダーで潰してます。スムージーにして。はい、主食はどのぐらいですか？主食？お米やパンなどをね、主食としてます。ああ、ご飯ね、ご飯は1割ぐらいですよ。野菜8割、肉1割、ご飯1割です。ああ、そうなんですね。ちなみにこれを3食いえ1食です。でも結構な量飲んでますよ。スムージーにして1リットルくらいなのでね、結構量多いと思います。お水でかさ増し的な感じですかね。お水は茹でる時だけで、ブレンダー潰してから牛乳を 500ml 入れてます。そうなんですね、わかりました。管理栄養士さんはね、ところどころなんですけど、歯切れの悪い返答があったんですけどもね、何かを確認した顔をしてね、僕を見てこう言いました。やっすーさんのこの1ヶ月の体重の変化の意味がわかりました。単純にカロリーを取ってないだけですね。だいたいこのスムージーでのカロリー計算をしたらですね、200キロカロリーもないぐらいです。主食もお肉も1割程度ならカロリーどころか1日に取った方がいい、栄養も足りてないですね。やっすーさんの体の筋肉と脂肪がエネルギーを消費して、今は体が動いている感覚と思ってください。
でそれらをね消費しているからね、毎日どん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 体重が減ってきて、筋肉量脂肪の量もね少なくなってきて、スリムな体になってきてるんだと思いますよ。それをこのまま続けるとですね、本来の白血病の治療どころじゃなくなると思いますけどね。ちなみにスムージー以外でも1日のうちに口にしてるものって何かありますか？牛乳のお茶割りです。ちなみにどれぐらいの頻度で、まあ喉が渇けば常に牛乳との割合は、牛乳すぎなんでね、牛乳にお茶1位ですね。大体でいいんで教えてほしいんですけども、1日トータルどれぐらい牛乳のねことになりますか？そうですね、 1.5 リットル以上あるかな。まあ2リットルはいかないですけどね。牛乳って悪玉コレステロールを増やす動物性の食品の項目に入ってるんです。この表を見てくださいって言って渡されたのはね、これなんですよ。見えるかな、過剰に摂ると悪玉コレステロールを増やす動物性の食品っていうね、いうところのこの真ん中にですね、牛乳瓶の絵あるでしょ、これなんですよね。僕のね、悪玉コレステロールと中性脂肪が全く減らないのはね、牛乳の飲みすぎでした。牛乳をそれだけ1日摂ってるってことは、ほぼ牛乳でカロリーを摂ってるってことになりますね。計算すると900キロカロリーは摂ってますけど、少ない上に栄養も摂れてないのですけども、まあなんとか動けているのは動けていると思います。でもこのまま続けるのはおすすめしません。じゃあなんかいい方法を教えてください。主食とお肉や魚の量を増やして、1日だいたい1600キロカロリーから200キロカロリーを目標にしてください。野菜から取れるビタミンなど栄養も大事ですけども、炭水化物、タンパク質、脂質をもっと取ってください。それぞれエネルギーで消費する箇所が違うので、偏った食事の仕方をすると偏った体になってしまいます。なんかこうパッと見て分かるような表とかないですか？と言ったらね、この紙くれたんですよ。あ、なるほど、ちょっと分かりにくいですけども、こんな表くれたんですよ。これね、1日もこれはこう1600キロカロリーって書いてますけど、見えるかな、1600キロカロリーで、だいたいその80キロカロリーで割ったら、20単位っていうのがあって、1単位80キロカロリーで、20個食べたら1600キロカロリーになりますっていう表です。でこれをね、ここにはあの糖尿病食品交換表の使い方って書いてあるんですけども、糖尿病予備軍なんだね、僕このまま行ったらね。だからここにはですね、ご飯は朝昼晩それぞれ、150グラムずつ食べなさいってね書いてますね。だからね、この表あれでしょう、あの管理栄養士さんがね、目標のカロリーとどのくらい食べたらいいのかっていうのをね、あの算出してね、割り当ててくれたんですよ。これ見てね、この中のこれだけをね使えばいいので、あのパッと見てすぐね分かるので楽ちんですわね。これやったらこう、これが何グラム、これが何グラム使ったら、あのこの、ね、目標の1日の目標のスコアになるよっていう風な表がねあるんでね、めっちゃ楽ちんです。まあ、なんとかしてね、こう楽して元気になろうと思ってるのがね、まあ良くないんですけども、まあ、結局ねこれを見てですよ、調理するのは僕ですから、ちゃんとやっていかなあかんですけどもね。まあ、でも調理って言ってもね、炭水化物のご飯やね、パンとかですよね、タンパク質、脂質のお肉をね、入れる量をね、今までよりちょっと増やすだけなので、今までと何ら変わらない作業なんで、別にいいんですけども、まあね、食べたらというかね、食べ過ぎたらあかんなと思ってたタンパク質、炭水化物をね、食べなさすぎてたのもあかんかったみたいで、まあ、でもね、一番あかんかったのは、そのね、牛乳の飲みすぎだったっていうことなので、ちょっと我慢しね、飲むのをやめて、来月のね、血液検査でね、いい結果を出してみせます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。